に行くの？これより緊急の損壊を開会する。進行は我が息子ボースブルネンが務める。今度は逃げずに来たのね。俺は逃げたりなんかしない。大事な時は議題はこのところ村に頻発する災害と村に滞在する錬金術師との関連についてだ。竜の出現、奇妙な不良、どちらもこの錬金術師と連れの女が来てから起こっている。アンペルさんたちが災害の原因って決めつける理由はそれだけ？むちゃくちゃな言いがかりよ。こいつらは村や近隣の遺跡を探り歩いている。村人が触れてはならないと思うところにも無作法に。そうだ、奴らは我々が遺跡を尊ぶ気持ちなど気にも留めず平気で踏み荒らそうとしておる。流星の古城にも何か細工をして村の守護獣である竜を怒らせたに違いない。お、確かに今まで暴れたことなどなかった竜が急に暴れ出すなど明らかにおかしい。フィルッサやモンのことが言えればいいのに。こやつは以前村の禁忌たる悪魔の野に踏み込もうとすらしておった。一体何を企んでおるのか。村の禁忌を平気で踏みにじろうとするよそ者、これだけでも追放に等しいが。錬金術という怪しいまじないだ。漁師に聞けば不良に陥る前ライザが作った蒔絵を湖に撒いたそうだが間違いないな。それはその通りだけどちゃんと効き目は。しばらくは効き目もあったそうだがやがて小魚一匹取れなくなったのはみんなも知っての通りだ。あれは湖に外界の魔物が入ってきたからで、私の蒔絵とは関係ない。そんな絵空ごとを誰が信じる。怪しげな薬、いや毒をまいたせいで魚が消えたと考えるのが自然だ。そのライザの毒はどうやって作られたのか、そこにいる流れ者が授けた錬金術によってだ。ボース、あんたまさか錬金術を悪役に。竜を狂わせた遺跡の細工、魚を消した毒の調合、どちらにもその錬金術師が絡んでいる。なるほど、全ての元凶は私はここに流れ者二人の島からの追放、並びに村における錬金術の使用禁止を提案する。ボース、どうだライザ、これで全部元に。大変だモリッツさん。なんだ騒々しい、今まさに損壊の決議が出ようというところなのに。それどころじゃない、港に見たこともない巨大な魔物が現れたんだ。何？そんなバカな。ライザの言った通りだったな。竜騒ぎも私とは無関係だが、まあそれよりも今こそ錬金術を役立てる時だよな。ライザ行ってこい。わかった、任せて。やあ！おう、どこに行く？
ったな、ライザ。なんだか、とんでもないことになっちゃってるよ。見て、あそこ。大きいな。船着き場に突っ込んでくる気か。いや、浅瀬の方に向かってる。上陸しやすい場所を探してるのかも。追いかけよう。リラさん、こっちに魔物が向かってきてるよ。だろうな。あいつは間もなくここに上がってくる。そこの守り手、私と逃げ遅れた村人の有無を確認するぞ。それは確かに重要だが、ライザたちに魔物を押し付けるのか。押し付けるのではない。任せるんだ。やれるな、お前たち。ああ、竜退治だってできたんだ。今度もやってやる。ああ、なんとなく分かってたのに、なんでここまで流されちゃうかな。それってきっと仲間を見捨てておけないからだよ。ここで勝てばダメなこと全部ひっくり返せるはず。かっこよくは言えないけど、みんな力を貸して。わかった。気をつけて戦わないと。そこ行くよ。そこ、ライダー、隙を作って。僕も続くよ。そこ、おりゃ。ライザ、頼んだ。今だ。行くよ。今だ。せい、せい。行くよ。そこ、うわ。今だ。おりゃ。行くよ。おりゃ。ライザ、隙を作って。今だ。行くよ。そこ、せい、今だ。そこ、そこ、一気に行くぜ。行くよ。これでどうだ。ライザ、頼んだ。当たれ。ぶっ飛べ。燃え上がれ。次もいけるかな。どうだ、今度も倒せたぞ。なかなかのもんじゃないか、俺たち。やっぱり信じられないけど。見事だったぞ、お前たち。村人も早めに避難させておいたから、怪我人はいない。どうも。早めに。海海の魔物が本当に湖に入り込んでたこと、かなり乱暴な手段だけど、証明できたかな。俺たちが一人前以上になったことも多分錬金術で倒したってこともアピールできれば、損壊で有利になるんじゃないかな。損壊、倒せた後だから言うけど、いいタイミングで襲ってきてくれたわね。ああ、
いざおびき出したら予想より大きくて、どうなることかと気をもんだが、取り越し苦労だったな。おびき出す？以前お前に作らせた保険だが、あれは海辺の地域で使われる魔物寄せの香料だ。いいタイミングにするためのな。なんだそりゃ。だからアンペルさんは損壊に呼び出された時も余裕だったんですね。僕らは最初からアンペルさんとリラさんの手のひらの上で踊ってたってこと？どの道魔物は退治する必要があったし、守り手も引き離したから、お前たちだけの手柄になった。避けぬ事態を効率的に利用したということだ。結果、我々の立場は強化され、今後も動きやすくなる。大人って、本当につるい。ライザ、その大人からの助言だが、仕上げはまだだ。アンペルト、お前自身の名誉を救ってこい。はい。どこに行くの？よし、休んじゃおう。どこに行くの？ライザ・リンシュタウト、ただいま戻りました。おお、それで魔物は？見事に彼ら4人で打ち果たしました。はい、錬金術を使ってです。おお、なんと見事じゃ、錬金術師。さっきはわしも少し言い過ぎたかもしれん。私たちの言ってたこと分かってもらえましたか？外界の魔物はいたんです。錬金術で毒を作ったわけでもないし、竜にも細工なんかしてません。どうして私たちを貶める噂が突然広まったのか、そっちの方が村にとっての問題じゃないですか。何？どういうことじゃ？すでに私が調べています。ゴースがランバーを使って彼らのよからぬ噂を流していたのです。モリッツ、ボース、それは本当か？なぜそのような嘘をついてまで損壊を開いた？ボース、答えて。なんでこんな損壊まで開いて私たちを？こんなことしなくても私たちに直接。違う、俺やっぱり逃げてんじゃない、ボスのバカ。ライザ、損壊はこれにて閉会とする。めでたしめでたしとはいかなかったか。どこに行くんだい？損壊で何かあったのか？全ての面で我々の有利になるよう動いたはずだが。損壊自体は上々の結果だったぞ。だが私に力がないのがいけないのかな。もっと錬金術師として周りに頼られる立場だったら、ボスも上から押さえつけようなんて思わなかったかも。うん、ならそうなれるよう努力することだな。これをやろう。
前に渡したものよりさらに難しい調合が記されている。そこに載っている調合を実践できるようになれ。そうすりゃ文句を言う奴の正面に立てる程度には評判も信頼も得られるだろうよ。アンペルさん、ありがとう。頑張るよ。